こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は過去に失敗した減量方法についてお話しさせていただきます。今日はですね、減量の失敗談っていうことで、私自身もコンテストに向けて減量っていうのを数々行ってきました。コンテストはこれまで20大会ぐらい出てきてるんですけれども、それぞれですね、この時はうまくいった、この時はちょっときつかったとかですね、そういった経験も積み重ねながら現在に至るんですけれども、その中でもですね、減量の初期、初めて減量した時とか、そういった時は非常にちょっとこう苦しいというかですね、結構きつかったみたいな経験が残ってまして、そういったことを今回ですね、お伝えできればというふうに思っています。大きく分けて4つあるんですけれども、今回はそのね、結構苦しかった減量方法、ちょっと間違ってしまった減量方法として、4つご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目が糖質制限になるんですけれども、糖質制限って言ってもですね、ケトジェニックのような、脂質をエネルギーとして、しっかりとって糖質を抑えるようなダイエット方法っていうのもあるんですけれども、ではなくてですね、もう単純に、糖質だけをもう取らないような減量方法、特に減量期間が大会が迫ってるのに、全然思ってるほど脂肪が落ちないとか、ちょっと絞れてこない、体重が落ちない時に、もうほとんどこの炭水化物糖質をカットして、で、減量をしたっていう経験もあります。でこの時はですね、もう単純に力が出ない、トレーニングの力が出なかったっていうことと、あとはですね、全体的にエネルギー不足を感じました。日常生活でも仕事をしながらすぐ息切れしちゃうとかですね、ちょっと本当に頭が働かないような経験っていうのもあったんで、やっぱりね、こう過度に糖質を抑える、糖質の栄養素の重要性っていうのをすごく感じました。1つ目が、過度な糖質制限です。2つ目は超低脂質です。減量中ってこう脂質をできるだけ取らないようにっていう、どうしても意識が頭にあって、なんかこう脂質が悪いものであるっていう意識で、どんどん食事でこう脂質量ですねをカットしてしまって、1日で本当に全体のカロリーの 10% もいかないぐらいの質量になっちゃってたり、っていうこともありました。でこれはですね、先ほどの糖質制限もそうなんですけど、もう食欲がもう非常に乱れるっていうような経験になりました。っていうのはですね、なんかダメだと思っててもなんか制御が効かないみたいな、特にこう脂質は食べたらダメなんですけど、脂っこいもの、揚げ物とかですね、洋菓子とかですね、パンとかですね、僕の場合結構パンとか、洋菓子系とか、結構ちょっと脂の多いものがどうしてもこう欲しくなってしまって食べてしまったりしたこともあるんですけれども、逆になんかこう唐揚げ1個の揚げ物がこれでなんか太っちゃうみたいに思って、ちょっとこう質に対しての抵抗感があったりとかっていう形で、なんかすごくこう食欲が乱れたっていう経験があるので、この脂質っていう栄養素も非常にですね、ダイエットであったり食欲を安定させるためには重要だなというのは改めて今思います。3つ目がですね、お米抜き減量っていう形で、これはもう単純に減量期間お米を食べないっていう風にしたんですけど、理由は、よく低 GI 値って言って、こう血糖値をですね、あんまりこう急上昇させない、こう炭水化物を摂取する時の値があるんですけど、お米って比較的ちょっと高い数値にあるんで、それの代わりになるようなオートミールであったり、それ以外の食事から糖質を摂取してました。低 GI 値の食品の良さっていうのはもちろんありますし、オートミールももちろん食物繊維も豊富ですごくいい食材なんですけど、その時はもうお米は絶対食べないみたいな形でやってましたんで、一番はですね、満足感が全然得られなかったっていうところが一番ですかね。食事をする上でお米って
ってどこにでもある食材なんですけど、それを2ヶ月食べないってなると、食事に対してのこう満足感満腹感みたいなものが、まあ、全然なくですね、これも食欲が非常に乱れた経験がありますので、まあ、どれもそうなんですけど、あまりね極端にやりすぎるとやっぱり食欲がコントロールできないっていうところで、これが3つ目です。最後4つ目がですね、夕食抜き、まあ、言い方を変えるとよく16時間ダイエットとかですね、まあ、オートファジーみたいな言い方あるんですけれども、まあ、その時はもう単純に夕食を6時までに、取って、夜から寝る時はできるだけ空腹時間を作って、まあ、脂肪を燃えやすくするみたいな意識でやってたんですけれども、単純に夜お腹が空きすぎて寝れないっていう、まあ、夜中にちょっと何回もちょっと目覚めてしまったりとか、まあ、特に朝もですねちょっと朝食を、まあ、抜くっていうこともあったんで、トレーニングももちろん力出なかったですし、1日のねカロリー数が非常に、少ない状態になりました。で、まあ、これももちろんやり方によってはメリットデメリットあるので、あくまでも私が行ったのはもう単純に夜食べなくて空腹時間をすごく長くとるっていうようなちょっと減量方法を行って、まあ、寝れなくてですね全然睡眠取れないっていう状況にもなったので、まあ、極端にやってしまうと食欲を乱したりとかですね、まあ、健康をやっぱり害してしまう原因にもなりますので、まあ今回はこの4つの失敗談、特にやっぱりしんどかった減量について、まあ、ご案内させていただいたんで、ぜひ皆さんはですね、まあ、極端にですね何かを取らなかったりですね、何かを多く取ったりとかですね、食べなかったりとかですね、そういうふうなことではなくて、バランスよく期間を決めて、まあ、健康的に減量を実施していただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでは新商品やお得なセール情報も配信しておりますので、よろしければ概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。